皆さんこんにちは、水野美術館学芸員の高田です。この動画は絵の見方を知りたい、展覧会をもっともっと楽しみたいという方すべての皆様に楽しんでいただけるショートギャラリートークです。そんなの待ってたわという方、ぜひですね、今のうちにチャンネル登録をお願いします。では今回はこちら、川端粒子香炉峰の魅力とはです。絵の見方は3ステップ、1、全体を見て、2、細部を見よう、3、タイトルや描かれた背景を面白がれです。まず1、全体を見てです。この作品をまず見たとき、その迫力に驚かされますね。横幅が7メーター以上ありまして、飛行機がですね、右から左へずーっとこう動いているような大アップで、切り取られている、作品になるんですね。で、色彩がですね、このオレンジがこの緑の背景に、引き立てられていまして、まあ目に飛び込んでくる鮮やかなインパクトっていうのが、ある作品です。そして2、細部を見てです。作品の細部を見ていきますと、まずその全体に描かれた機体が透けてるっていうことに気づくんですね。中央の日の丸の部分というのが特に透けていまして、後ろ側が見えるような形になっています。不思議ですよね。そして操縦席にいる男性、実は粒子自身の自画像と言われているんですけれども、この彼の、かけているゴーグルなんですが、これですね、明板か何か透明な色材がゴーグルの部分にだけ塗られていまして、見る角度を右から左、左から右変えていきますと、その部分だけこう実際にこう私のこうメガネが反射するようにですね、反射するんですね。なのでこの実在感っていうのが絵の目の前に来て、そういったものに気づくと一層高まってくる、ものすごく不思議な効果が生み出されています。この機体の部分なんですが、こうシルバー系のやはりこうメタリックな、色味を使っていまして、これもですね、見る角度によって実際のこう硬い質感っていうのが、金属の質感が感じられるような効果が出ています。そして最後3、タイトルや描かれた背景を面白がれです。タイトルの香炉峰ですが、中国廬山にある名峰香炉峰からまさに撮ったものになります。粒子はですね、従軍画家になった際に実際に従軍機に同乗させてもらいまして、この香炉峰の上空を飛ぶんですね。その時の経験を元にしたのがこの作品だそうです。ただこの香炉峰というモチーフ自体は実は文学の中で愛されたものになりまして、白居易という唐時代の中国の詩人がですね、この香炉峰のことを歌ってるんですね。香炉峰の雪は御簾を掲げてみるという詩句が非常に有名なものになります。これを題材に、実は日本の清少納言、枕草子っていうとっても有名な、文学がありますけれども、この中でも登場するんですね。日中の文化人たちが心を寄せたこの香炉峰、香炉峰の雪を見るための、一つの、モチーフとして、御簾、すだれというものが出てくるんですね。すだれは外が透けて見えます。ということは、ひょっとしたらばこの香炉峰という作品の中で、粒子がこのスケルトンの軍旗を描いたというのは、御簾、すだれ、透ける中で見えてくる香炉峰というものをこの作品に重ね合わせていったと考えると、またこの作品の見方が違って見えてくるのではないでしょうか。川端粒子の香炉峰の魅力、いかがだったでしょうか。皆さんがこの作品の前に実際に立った時ですね、今日お話ししたこと以上に発見があることを願っております。この動画を見ていただきました
ご意見ですとかご質問でも全然結構です。下のコメント欄の方にですね、いや高田さん今日も良かったよでも大丈夫です、書いていただけますと励みになります。そしてですね、良かったよっていうところで思っていただきましたらば、下の高評価ボタンもぜひポチッとクリックしてください。有志についてもっと知りたいよ、他の作品についても知りたいよという皆様、他の動画もアップしていますのでチェックの方お願いします。このチャンネルが気に入った方はチャンネル登録の方もお願いします。では皆さんの鑑賞がもっともっと楽しく豊かなものになりますように、次回をどうぞお楽しみに。